LINE 見てください。あ、何これ電話かけた方がいい？なんだ、どうした？うん、だ特別な、うん、はい、もしもーし、もしも、はい、もしもし、夜遅くに、はい、夜遅くにすみません。あ、はい、こんばんは。あの、こんばんは、はい、すみません、ちょっと相談があって申し訳ないんですけど、はい、あのなんか LINE で知り合った人に、男の人に、はい、なんか俺の友達を見つがせろみたいなことを言われて、 LINE で知り合った友達に、はい、何、俺の友達に見ついてくれってこと、はい、うん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 、見ついてくれって言われて、うんうんうん、でなんかネックレスとか香水とか、うん、なんかいろいろなんか見ついてくれって言われて、うんうんうん、でなんかやってたんですけど、でもちょ、ごめん、それでなんか結果見ついたの、あなたは？いや、見つがせてほしいみたいな。うんうん、見つがせてほしい、俺の友達だけど、うん、めんどくさいから、うん、見つがせてほしいこいつらって言われて、ごめんね、一回整理するね、はい、LINE で知り合った人に、俺の友達に、はい、俺の友達に貢いでくれって言われたの？いや、俺の友達を売りたいっていうか、売りたいっていうのはなんかあの仕事的になんかホストとかバーテンとかなんか、YouTuber とかなんかやってる方なの、その友達は？あ、全然違います。はあ、簡単に言えば、うん、私が未遂屋になって、うん、その男たちに、うん、男たち？はい、俺の友達、俺の友達っていうのが複数人いて、その人たち全員にあなたが貢がないといけない、はいはい、貢いでくれって言われたってことか？貢ぎ屋をさせてほしいって言われたんですよ。貢ぎ屋をしてほしいね、はい、だよね、うん、その男たちにネックレスとか、うん、その香水とか、うんうん、をなんか見つがしてほしいみたいな、うん、言われて、うん、もうそれがすごい嫌になっちゃって、いやいや嫌になっちゃっていや、な、見つがないといけない理由ってあるの、あなたは？ないですね。いや、ないんだったらね、はい、そのなんかそのネットで知り合った人との関係も切れていいよね。うん、え、いいのよね。うん、じゃあブロックすればいいじゃん。でもなんか住所とか割れてて。え、なんで住所割れてんの？私の家の住所が割れてて。え、なんで？いろいろなんか貢いでもらって。ん？ちょ、ごめんね。え、私が貢いでもらってんの？はい。ネットで知り合った人に、あなたは、貢いでもらってたんだ。貢いでもらってて、それで、まあ、代わりと言っちゃなんだけど、俺の友達に貢いでくれって言われたのかな。はい。ああ、なるほどね。うん。だからちょっと半分脅し食らってるっていうか、まあ、借りもあるから、うん、はい、あなたはそのネットで知り合った友達の友達に貢いでるっていう感じなのか。はい。ああ、なるほどね。うん。それでなんかどうすればいいかわからないみたいな。うん、それってなんかさ、直接会ったりとかもしてるの？あ、会ってないです。誰とも会ってないの？うん、誰とも会ってないんだ、うん、いや、だったら連絡切ってもいいんじゃないの？ブロック削除した方がいいです、ね、うん、それはなんか、うん、いいと思うけど、なんかツイキャスで知り合ったの、うん、それともどこで知り合ったの、その一番最初の？LINE のグルチャです。 LINE のグルチャで知り合ったんだ。はい。 LINE のグルチャ、 LINE のグルチャって基本的になんか知人と作るものじゃないのかな。なんか知らない人たちで。はい。今ちょっとスクショ送ったんですけど。あ、はい。いや、来てないんですけど。あ、送りました。どこに送りました？こっちですかね。え、どっちですか？DM、あ、これね。あ、今来ました。
なんか今誰かいます？あ、いないです。なんか全然なんか違う人の声聞こえたんだけど。誰もいないです。何？怖いんだけど。誰もいない？密室？一人？うん、一人です。テレビつけてる？あ、切ります。ああ、いいよ、別にどっちでも。あ、まあ、できれば切ってほしいけど。切りました。どういうことだろうな。しんどくなってきた。ごめん、軽く寝てた。ちゃんとしんどくなってきたって教えてくれてありがとう。タイミング合わなくてごめんね。抜けた方がいいかな。どうしたの？言われてやってたけど、貢がれるのも慣れてなくて申し訳なくなってきて。貢がれてる方に対して悩んでんの、あなたは。どういうこと？そう、なんか貢ぐのが苦しくなって悩んでんのか、貢がれるのが嫌だから悩んでんのか、どっちなの？あ、貢がれてるのが嫌です。なんで貢がれるのが嫌なの？なんか申し訳なくなってきちゃって。そうなの？いや、もう断ればいいじゃん、別に。それでなんか友達に貢いでんの、あなたは。あ、貢いでほしいって言われました。言われて貢いでんの？いや、まだ貢いでないです。まだ貢いでないんだ。はい。会ったことない人で、で、会おうとかも言われてないの？あ、言われてま言われてんだ。でも怖くて会いたくないみたいな。ちょっと全然意味がわからないんだけど、話してる内容が。そう、なんか、今年一番 言ってる意味が理解できないんだけごめんど。なさい。いや、ごめん、いや、逆にごめん。何が言いたいかさっぱりわかんなくて。いや、どういうことなの？なんか貢がれんのが嫌だっていう、なんで貢がれんのが嫌だか分かんないし。なんかもう相手に申し訳なくなってきちゃって。相手に申し訳ない。じゃあ貢がれたものを返せばいいじゃあ、じゃあ返して謝罪文とか送って、ん。なんで謝罪送るの？申し訳ないなと思って。いや、何に対して申し訳ないと思ってんの？あなたは、この人に対して、貢いでって言ったの？ってないです。言ってなくて、相手が勝手にしたことでしょう。それに対して申し訳ないっていう気持ちがあるんだったら、いや、今後はいいよって断ればいいだけじゃん。ああ、そうですね。だよね。そう、だと思うけど。わかりました。大丈夫？それで。すいません、なんか、忙しい時間、ごめんな全然さい。大丈夫よ。はーい。ほー、ちょ、えぇー。どういうこと？いや、なんか、言葉が下手くそで、真意がつかめないとか、そういう次元じゃなかった。言いたいことまとまってないんだな、とかじゃなくて、多分、なんで？で終わるやつ。なんか数字で言ったら、いや、足し算の話なんですけど、1たす1は3なんすよ。で、3で、2たす2は5なんですよ、みたいな感じで言われてる感じ。もうなんか気持ち悪さ。根本的になんか違うからみたいな、全然違うからみたいな感じのがずっと続いてる。ちょっと待って、意味がわかんないんだけど、なんでそうなんのみたいな。